どうも、皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回実況させていただくゲームは、チャリソース 3D! アップストアで相当上位あったんですよ。で、私、今回中学生。チャリチャリピョンピョン、チャリソーチャリチャリ、はい。昔ね、結構チャリソーの 2D のバージョン結構やってたんですよ。これ行くぞ私、最高記録2285。これね、見た目以上に難しい。私、要するに、チャリソーで、チャリソーで2キロ走ったんですよ、要は、チャリソーで2キロ走ったんですけど、予想以上に、見た目以上に難しい。それが 3D。こういうところね、いつジャンプしたらいいのかわかんねん。わかんないっていうね。何？他のゲームやってる方がキヨキヨ元気？いや、そんなことない。おっと！ね？ほら、こんな感じだから。そしてね、ここだから。待って、自己ベスト更新しよう。とりあえず2キロに、もう2、2、ん ?2.2 キロ走るまでやめるまってん。ということで。さあ、これね、ほんとね、難しい。でね、これね、なんかね、技術必要かなと思ったら、これね、あのね、リズム感が必要なのかなと思いつつ、やっていきたいと思います。いかがお過ごしでしょうか。上にね、こう実況が出るんですよね。キヨキヨと上の実況、どっちが上手いのかって対決していこう。ね、私、プレイしながら、ダメだ。ちゃんとやっていこう。ね。こうやってやって、ちゃんとね、ちゃんと相手のね、レース好きの皆さん、こんにちは。じゃ、いい声で実況読みながら、読みながらプレイします。ね。私。マジむずい。ついにこの日がやってまいりました。実況私、田中でございます。はい、余裕ですよ。私、後付けじゃないですからね、これ。リアルにやってますからね、今。ここです。今、昼です。危ない。トップは変わらず、鈴木選手。うまい。彼を止める。わかんないよ、もう。知らんよ、ちょっと。うるさいから、前、上のやつ。待って。トップを走るのは鈴木選手です。レース好きの皆さん、こんにちは。もう、読むのやめよう。集中しよう。これ読んでるからね、ミスるんですよ、これね。読んでるからいけない。まあでもちゃんとね、こうちゃんとリズムからに、トン、トン、はいはい。このね、坂が一番難しい。こういうところはわかるんですよ。平地の穴はわかるんですけど、段差が一番難しい。マジで、ここ。何メートル先にあるのか全くわからない。待って、なんでこれ平地しか見えないの？ということで、歌い文句やってまいりました。さあ、ここで、たくさん飛ぶんですよ。従来のチャリ。そうだったらそんな感じするんですよね。うるさいな。行くぞ。むずいぞ、これ。リアル、難しいぞ。でね、なんか最近ね、なんかね、友達と喋ってて、友達情報なんで、ちょっとね、正確性があるかわかんないですけど、最近、親の中でですね、子供が YouTuber にならないか心配しているという親が急上昇中らしいです。これどういうことかと。ね。海外ではですね、このなんか、何でしたっけ？ YouTuber になりたい。なんていうんですか、日本では影響力ある人が、例えば俳優さんとからしいんですけど、おっと、後ろからなんか来たぞ。後ろからブンブン来た来たぞ。おい、邪魔。おい、前行ったこいつ、抜かした。おお、後ろ行ってない。どこ？日本だとね、例えば、じゃあ、小栗旬になりたいみたいな、そういう話ありますけど、海外だとやっぱ YouTuber になりたいっていうのが多いらしくて、それが今、日本にやってきているらしいです。それを心配する親。私の、どうなってるんでしょうかね。はい。ということで、さあ、600。これ結構進むと、ここでジャンプしないと落ちるっていう。わかりました。そしてね、こうやってやって、これね、もう完全にリズムガルだから。トン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 。おし、これで失敗したらもうやめます。ここで失敗し、失敗したら動画終わります。はい。ちょっと今、皆さん、今見た人やめて。動画の残り時間から落ち推測するのやめて、それだけ。それだけやめて。もう絶対これ、ミスったらもう終わり。ミスったら終わりだよ。ミスったら終わり、絶対。ジャンプ！オッケー。あ、いってるよ、これ。いい調子。もうなんか黒が黒じゃなくなって見える。なんかもう、よくわかんない。段差なのか凹んでんのかわかんない。ゲシュタルト崩壊してる。さ。飛ぶでしょ？待って、これ2キロいける。飛ぶ。待って、これ飛ぶ距離おかしい。
チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。